はい、今日は日曜日の朝です。おかえりダイエット。僕は日曜日の朝に、月の始めが始め週の始めが始まります。ヒルビル放送局のまこねこと小川まことです。今日も歩いて片道歩いて40分の職場にこれから向かうところです。まあね、私が住んでるのは12階建ての集合住宅なんですけども、今降りてきて外出た瞬間、何雨嘘みたいな感じで、いきなり久しぶりの雨に当たっちゃって、まあ仕方ないからね。普段ね、天気予報、ウェザーニュースを見てから出てくるので、まあね、帰る頃行くとき雨が少なければね、傘持って歩かないんですよ。私傘持って歩くの嫌いなんで。そうなんですけど、今日はウェザーニュース見てなくてウェザーニュース見るよりも傘取りた方が早そうだなっていうぐらいの振りだったので、まあ傘を持って今とことこ歩き出したところです。ね、スプーンでご視聴の皆さんは、今日は日曜日っていう風にな感じで、日曜日の朝から私の花声を聞いてくれてる皆さん、ありがとうございます。で、カラスが鳴いてる。カラスも寒いだろうね。そして、月曜日の朝、こちらをお聞きいただいてる皆さんは、これから仕事かな？出勤前に聞いてられる方もいるでしょう。で、朝から、まあ、たまたまで、今月曜日お休みの職業もいっぱいありますから、月曜日お休みで、これから寝るって人もいれば、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、まあ、たらたら私の話を聞いてくれると嬉しいです。まあね、これから寝るって方は、私の声聞きながら、寝たらもしかしたら悪夢を見るかもしれない。で、これから出勤するって方は、私の声を聞きながら出勤したら、多分、こんなアホな奴がいるんだったら、俺も私も、もっと今日はなんかいいことがあるかもしれないって思えるかもしれない。もうそんな感じで、勝手なことを言ってますが、あれ、そういえば、録音ボタン押したかな？お、大丈夫。先週の最後の収録、木曜日の朝が最後の収録なんですけども、行ってから、もう40分喋り倒してから、録音ボタンをしなかったのに気がついて、みたいなことがあったんで、今ちょっと慌てて確認しました。大丈夫。録音ボタン押してありました。そうで、今日はどんなお話をかなと思ってるんですけど、今日はね、ちょっと、ずいぶん昔から読んでた、キングダムっていう漫画があります。今アニメもやってるし、そう、まあ、キングダムのファンの人も、まあ、それなりにたくさんいると思うんですよ。で、私はキングダム最初に読んだのは、そうですね、時間が出て間もなくぐらいだったかな。そう。あんまりね、絵が緻密で、当時ね、結構ごっついっていうか、緻密な絵がね、私苦手で、そうですね、例えるなら、北斗の拳。もう世代がバレるって、まあ、バレてもいいですよ。私48歳の1974年生まれなんで。うん。今更隠すほど、のこともない。もうね、私のポッドキャストは、もうみんな私の出場すべて、ペラペラ喋ってるので、そう、私のファンの方、もしくは私のマニアの方、もしくは私のストーカーの方、みんな、ポッドキャストを、聞くと、一通り聞くと、だいたい私の出場が全部わかるような仕組みになってます。だって自分のこと喋るの大好きなんだもん。はい。まあ、そんなわけで、今日はキングダムの話をしていきたいと思うんですが、私はね、まあ、キングダムの絵がね、あんまり好きじゃなくて、うん。連載当初、まあ、あまり見なかったんですよ。でも、私ね、
光栄っていうゲームのメーカーがあるじゃないですか。光栄の三国志とか、信長の野望が、まあ、すごい好きで、いや、ごめんなさい。好きだったの。ものすごい好きだったの。そう、それで、まあ、古くはね、私の古くは、Windows 98とか、そう、ME とか、そう、XP の頃には、私パソコンの中に、まあね、当時出てた全部の三国志を、入れて、入れて、ゲームで遊んでたんですけども、気がついたんですよ。そう。これは、いけないことだと。そう。まあね、信長の野望も、三国志も、まあまあまあ、ゲーム全般にそうですけども、まあ、時間を潰すんですよ。たくさん。時間を食ってしまうっていうかな。そう。だから、まあ、三国志も、信長の野望も、まあね、前はね、前は、私だってまともな仕事を知ってた頃もあるのよ。社員こそはなったことないけど。うん。もう、まあ、三国志とか信長の野望とか、まあ、RPG もそうですけども、ゲームをやってると、本当特にパソコンの中に入れてると、もう、やめられない。止まらない。やめられない、止まらない。もうカルビーのカッパエビスのあのキャッチフレーズはなんか、いいですよね。私は、たまにね、なんか思わず言ってしまう。ほんとね、やめられなくて、やめられずにさ、止めることもできないで、まあ、ずるずるやっちゃうんですよ。と、やること他にほっぽいて、で、どうしようもないと寝ないでやってしまうみたいな。本当に、コンビニと同じぐらいの悪魔の経典みたいな感じですね。本当ね、今、日本でもパソコンでゲームする方がすごい増えてきたっていうのを、昨日なんかの、ネットニュースで流れてたな。そう。Steam の、日本人の利用者数が、今、去年だったかなは、世界で12位だったところ、今年は6位まで上がったとか言ってたかな。でも全体の 2% ぐらいみたいですよ。うん。なんで、まあゲームはパソコンでやるって方もいらっしゃると思うんです。これ聞いてる中の人でも。そう。私もね、もともとは、そういうタイプだった。うちね、父親が RPG 大好きで、まあ家にはね、ファミコン、スーパーファミコン、PC エンジン、メガドライブ、プレステ、セガサタン、プレステ2までは、残るまでは私まだ実家にいましたね。うん、そこまではまだあった。で、なんとかで書いたときに、Wii があり、プレステ3があり、あったな。そう。なんかね、そこだったら先はわかんないんですけども、うちの父親が言うには、プレステ2時代の RPG が一番面白いっていうことで、まあ、うちのね、実家の近くに、ネットでね、ネットショップもやってるお店なんだけど、ネットショップとは別に、実店舗を構えてる、まあ、中古ショップというか、リサイクルショップがあって、まあ、そこに行くと、まあ、プレステ2も、プレステ1も、まあ、往年のプレステのゲームが山ほどあるわけですよ。で、うちの父親は、自分がやってるゲームを、終わると、それをみんな持って、そこに売り行ったついでに、1万円出して、1万円分で、俺がやったことないゲームを全部くれとか言って、1万円分、大量に買って帰るらしいですよ。そこの店長さん曰く。うん。で、プレイステ2で、まあ、うちの父親は、あんまりこだわりなかったみたいなんで、まあ、なんでもいいの。RPG だったら。だから、店長さん曰く、前、買い取ったリストを見て、ね、うちの父親から買い取ったリストを見て、で、持ってないだろうな、やったことないだろうなっていうのを全部、そう、詰めて渡してるって言ってた。
で、まあ、早いくても、早いときは半年で一回ぐらい来ますよとか言ってさ。うん。まあ、そんな感じで、まあ、プレステ2じゃなくて、家はね、父親は、もっぱらのゲーム専用機器で遊ぶって感じだったんですけども、私はね、まあ、RPG はね、そう、プレステ2ぐらいまでは、まあ、父親がやってるのをたまにやって、まあ、ドラクエ7ぐらいまではやったかな。そう、それ以降のドラクエは、まあ、DS になったってのもあって、やってないな。そう。まあ、うちの父親は、未だに、ドラクエ10のオンラインのやつ、Wii でやってると思うんですよね。私が、パソコンにするって聞いたんですよ。ドラクエ10が、Windows で出てるんで。そうしたら、いや、このままでいいとか言って。そう、パソコンめんどくせえし、とか言って。うん。まあ、そんな感じで、まあ、うちの父親はまだ、多分、ドラクエ10を一生懸命やってると思うんですけど、そうさ、私はね、オンラインゲームは、まあ、あんまり好きじゃないんですよね。そう、まあ、分けありの方でも喋ったかもしれないですけども、私ね、文字情報のコミュニケーションがあまり得意じゃないのよ。そう、まあね、ゲームとか、チャットぐらいの、短い文章で、本当、普段の会話の延長上程度な話だといいんだけども、そう、SNS の DM とか、メールとかは、ほんとね、ちょっと、あとね、コメントとかね、もうどうやって返信したらいいかわかんないとか言って、ほんともう投げ出しくなることなんか、しょっちゅうあったし、実際投げ出したこともいっぱいあって、まあそんなんで、やっぱチャットでね、スカイプかなんかで喋りながらでもいいんだけども、そうするとなんかゲームに集中できないし、まあ、苦手なんですよ。オンラインゲーム者が。なので、私はまあ、もっぱら RPG は本当、もう本当、オンラインじゃないゲームばかりですね、だった。そう。でも今はもう、ゲーム者は、スマホに入ってるゲームしかやらないですね。そう。と言っても、まあ、ドラクエ7、8、あ、そう、8まではやったかな。そう、8まで、ドラクエは8まで、なぜか買ってしまった。スマホで、全部持ってる。で、まあ一応スマホで全部クリアしたんだけど、私はね、ドラクエは、実は、7が好き。ものすごい時間かかるけども、7がね、好きね。そう。神ごたえがある RPG だと思ってます。はい。で、まあ、テーマがずれたんだけども、三国志とか信長の野望も、もちろん声から、出てるんですけども、これは、まあ、スマホもね、やっぱ持ち歩いてやっちゃうじゃないですか。そう。際限なく。なので、これは買ってません。うん。買ってない。そう。の代わり、信長野望のね、超劣化版みたいな、戦国の、本当初期の信長の野望、全国編みたいな、まあ、ゲームがあるんですよ。ちょっと、会社名忘れちゃったし、タイトルの名前も忘れちゃったんだけど、それはね、年一回、2、3週間ぐらいハマるときあるんですよ。しかも、春か夏かぐらいに、そうそうそう。で、まあ、そんなね、ガチでやれば、どこの国で始めても、まあ、7、8時間でクリアできたんですよ。そう。ゆっくりやってもね。そう。まあ、もう何度もやってるから、どうやればどうなるかって分かってるから。そう。だから、まあ、それを2週間ぐらいハマって、やってみたい、ところで全部一通りクリアしてしまうと、まあ、自己流のね、ルールを決めて、やってしまうと飽きちゃって、まあ、またいいやって、そう、ほっとくと。そう。で、まだまだからインストールすると。で、またやりたくなったらインストールすると。そう、そんな感じでやってるゲームがあります。はい。まあ、戦国シミュレーションですね。そう。まあ、お手軽、すっごいお手軽なゲーム。うん。ね、すごい、ちっちゃい、ゲームメーカーだと思うんですけど、そう、ガイガルディア
かな。ガイガルディアっていう RPG のシリーズがあって、それもね、10本ぐらい出てんのかな。あれもね、全シリーズやった。そう。あれもね、インストール型の、ほんと、無換金って、換金はないけど、後のシリーズだと有料になってたりするかな。でも2、300円ですよ。そう。うん、2、300円で、往年の、ドラクエ9以上の、そうですね、こう、ボリュームにして、そうだな、ドラクエ4ぐらいのボリュームあるんじゃないかな。そう、いうやつを、まあ、格安で楽しめると。そう。まあ、それもね、たまにやりたくなるんですけど、まあ、スマホの中に入ってると邪魔なんで、やりたい時にダウンロードするみたいな。まあ、そんな感じです。まあ、そんなわけでね、シミュレーションゲームからやっぱね、歴史が好きになったのか、歴史が好きだからシミュレーションゲームが好きになったのかわかんないけど、まあ、三国志は、友達の影響です。中学校の時の。高校の時だったか、いや、中学校だと思うな。中学校だと思うな、確か。そう。中学校の時の友達が、まあ、横山照美さんの三国志を、貸してくれて、6時間まであるやつね。それを、まあ、ハマってハマって、今、バーって読んでから、まあ、三国志の世界にハマり、たまたま私が、もらった、もらったっていうのは、当時ね、私の家には MSX っていうパソコンがあって、カセットテープの、そう、もうカセットテープを見たことない人もいっぱいいると思うんだけど、カセットテープに入った三国志があったんですよ。三国志が、そう。うん。で、それで、まあ当時はね、全然面白くなかった。何が面白いかもさっぱりわからなかったんだけど、でも、信長じゃなくて三国志の本読んでからやってみたらすごいハマって、ハマって、そして、まあ、三国志の世界にずるずるハマっていったと。まあ、そういう流れで、横山照美さんはね、水滸伝も書いてるし、四季も書いてるわけですよ。そう、降雨と流氷も。そう、そこら辺はね、やっぱ、いろんな小説も出てるから、結構読みましたね。はい。そう。中学校になると、まあ、学校の社会の先生の影響もあって、中学というか高校生ぐらいだと、まあ、中学校のこの、社会の先生の影響もあって、山本周五郎さんとかね、さ日本のね、日本の物語を書いてる、歴史小説を書いてる方の山本周五郎さんとか、司馬遼太郎さんとかの本を結構読んだんですけども、まあまあ、もともとね、歴史物が好きだったと。うん。で、まあ、うちのおじいちゃんも話どんどん取ってるけど、うちのおじいちゃんって、まあ特になくなりましたけど、戦争に、病気で戦争に行かなかったそうなんですね。まあそんなこともあって、まあ戦争時代のいろんな資料とか、写真集とかいっぱい持ってて、軍艦の話とか、戦闘機の話とか、私に多分憧れがあったんですよね。こう、亡くなる前に聞いた分には、憧れっていうより負い目だなって思ってたね。そう。まあ、兄弟はみんな戦争行って亡くなって、長男のおじいちゃんだけは生き残ったみたいな感じだったんですよ。うん。まあ、それで、まあ、ちっちゃい頃か、そういう大東亜戦争の、いろんな資料とかそういう本、まあ、身近にあったし、買ってて言えば買ってくれたし。まあ、そんなこともあって、戦艦とか戦闘機とかの興味、あと乗り物とかの興味から、まあ、歴史に移っていって、歴史上の人物の生き様とか、考え方とか、に発展し、まあ、小説読み、今は新しく発見されて、どん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 、歴史が覆っていくわけですよ。変わっていく。私たちが勉強した頃の歴史と、今の歴史は全然違う。まあ、そういうものっていっぱいあるじゃないですか。そう。うん。まあ、あと思いつくところだと、薩長同盟、幕末維新のね、薩長同盟、坂本龍馬さんがね、サッチを結びつけたっていうのがまあ有名な話ですけど、実際坂本龍馬、全然サッチ同盟には関わってなかったっていうのが、まあ今のね、最新の研究のデータです。そう、うん。こうなっていくと、まあね、史実がどこまで本当かなんて全然わからず、これから資料が出てこればまた変わってくるだろうし、思い込みや学校の授業で習ったことが、まあ正しいなんて全然言えないような、時代になってきたんだと思ってます。
はい。で、ぐるっと回って、今日のテーマは、そんな中で四季の中に、やっぱり一部、ほんと一部だけど、新、まあ、新国衛星のね、中華統一、始皇帝の話ですね。もう出てきます。まあ、それで、私はキングダムよりも先に、四季に興味があって、四季に出てる真の話だということで、まあ、キングダム、絵はちょっと苦手なんだけど読んでみようかな、みたいな感じで読み始めたのが、まあ、最初でしたね。で、まあ、キングダムの主人公、真は、もう第一巻の一番最初の時に、もうね、凛々しい姿の、大将軍になった姿、あれは、そうだね、感じ的には、そう、円に遠征するときよりも、どっちかと言ったら、どこだろう。まあどっか遠征するときの、大舞台だと思うんですけども、まあ、真が李信っていうことは、まあ、冒頭から大体、まあ、わかってるような、まあ、感じなんですよ。もう、そう、四季を知ってるとね、まあ、そうやって読んでいく中で、早すぎる王騎の死があったりとか、そう。まあね。まあ、いろんな物語があって、あれ、もう何年ぐらい続いてんの？なんだろう？うちなんか学生の頃から見てた気はするんだけど、違うかな？そんな感じで、現在、将軍になって、大将軍までもう一歩ってところまで来た、まあ、立身ですけどね。まあ、その中でね、まあ、そう、李牧のとの直接対決ですよね。関羽との。で、まあ、関羽に関して、まあ、多分ね、私はね、本当漫画本じっくり読んでるっていうのも、まあ、毎週毎週の漫画本を買いつまんで、そう、実家に帰るとね、漫画本も60巻ぐらいまであると思うんだけど、そう、まあ、60巻以降、本格的な、中華統一に向けて戦い出した頃からの話はね、ほんと、かいつまんで、漫画本で、じゃなくて、立ち読み程度でパッパって読んでるだけなんで、まあ、話がね、ちょっと、伝語することもあるんですけど、そうね、そう、黒洋の戦いぐらいまでは漫画本持ってた気がするな。そう、まあ、それで、そう。なんだっけあれ。俺書く。そう、各所。あれ歓喜だ。そう。歓喜の話がしたかったんですよ。で、先週のヤングジャンプで、6章の、歓喜将軍が、6章っていうのは、まあ、中華統一を目指した、真の、六大将軍っていう、そう、六人の自分で戦争を起こすことができる権限を持った、まあ、大将軍のさらに上ですわね。そう。まあ、ものすごい権限を持ってる将軍の一人、関羽将軍が、まあ、亡くなるわけですよ。そう。確かね、私のルーボーでなんだけど、確かね、中華統一前に、自軍に、他の国にね、他の国で、戦死したというか、うち滅ぼされた将軍は、まあ、関羽将軍だけだったんじゃないかな。そして、まあ、史実もそうなんだけど、関羽将軍は、今ね、ヤンヤンでやってる、そう、戦いで、死んだっていう話と生き残ったって話、両方残ってるんですよね。だから、漫画本の中で、果たして関羽は死ぬのか、生き残るのかっていうのも、まあ、私の中ではすごい、原先生はどっちにするんだろうなぁなんて思ってたんです。まあ、ただね、終わりに近づいていくにあたって、まあ、歓喜が死に近づいていくにあたって、まあ、2、3ヶ月くらい前ですからな、まあ、歓喜のね、生い立ちとか、歓喜がなぜあんなに非道に振る舞ってたのか、そしてなぜ歓喜が、野党の親方になり、で、真軍の六将になったのか、なんてことを、まあね、掘り下げていくような内容のものが、まあこの2ヶ月、3ヶ月ぐらい、使命の中でも続いてきたんです。まあその中でね、そう、
そうですね。私は、中間層への怒りをぶつけた、回があったんですよ。まあ、関係もちろん自分で喋ったっていうより、確かね、亡きと真と誰かが、こう、先っかなんかが、話してるような、話してるような中だったかな。ちょっとあんま自信ないけど。まあ、その中で、まあ、中間層への怒りを話したんですよね。まあ、歓喜の怒りっていうのは、まあ、いくつかあるんだけど、私がものすごく印象に残ったのは、まあ、中間層の怒りってやつで、まあね、今日はこれについてちょっと話していきたいと思います。うん。といっても前振りが長くて、もう半分以上来てるんだけど。そう、どれくらい喋ったんだろう。今日寒いな。そう、もうすでに26分くらい喋ってるんだけど。そう、うん。まあまあ、あともう15分くらい喋れるんでね。そう、時間はあるので喋っていきたいと思いますが、まあ中間層の怒りっていうと、まあどういうことかというと、まあね、まあ、これは、もちろん、漫画の中では、まあ、真の時代ですっけ。でも、書いてるのは原先生で、書いてるのはまさに現代ですっけ。そう。で、まあ、原先生がね、いつの段階でこれを書き上げたかどうかわかんないですけども、まあ、いいとこ、まあ、いいとこね。まあ、2、3ヶ月以内のことだと思うんですよ。これを原作を書いていたとして。そう、そっから漫画本の紙面に載る前どれくらいかかるかちょっと私はわかんないんで、そうなんですけど、そうなると、まあ、原先生の、キングダム環境を通しての、まあ、メッセージの一つなんだろうなと思って、もちろん、読むわけです。うん。そう、まあ、いろんなね、名シーンがいっぱいある、キングダムの中でもね、私の心に最近響いたところですね。そう。私はどっちかというと、歓喜の最後に、李牧に振り切った剣、折れた剣のシーンよりも、この中間層の怒りの回の方が印象に残ってるんですよね。うん。まあ、どういうことかというと、要するに、正しいのかな。そう、まあまあ、今風に言おうか。上級国民と平民と、あ、いいのがあった。そう。そう。大貧民っていうゲームあるじゃないですか、トランプで。そう。そう。大貧民と平民と、あれもう一つなんだっけ？そう。あれなかったっけ？じゃあ、こうしよう。上級国民と平民と、大貧民っていう風に、まあ、カーストが分かれてるとしましょう。そう。まあ、今ね、人によっては、ものによっては、中間層がいなくて、上級国民か平、貧民しか、大貧民しかいないっていう人もいると思うんですけど、まあ、感覚的な問題ですかね。そう、上級国民と平民と大貧民に分けたとします。今の時代も含めてね、そう、歓喜の時代の話ですからね。そう。で、歓喜はこういうわけですよ。そう。この中で一番許せないのは平民だと。そう。うん。彼はそう言うんですよ。何もしねえと。何もしねえと。そう。文句は言うかもしんない。でも何もしねえと。何もしねえから上も下も変わりようがねえと。だいたいこんな話をするわけですよ。まあね、私はね、それを聞きながら、そう、まあ、まさに現代もそうだろうなって。現代はもっとひどくて、そう、上級国民も、まあ、誰も何もしないっていうところは、まあ、本当のところだけど、まあね、過去に私はね、選挙に
まあ何年か深く関わったことがあるんですよ。うん。たまたま縁があってね、まあ、私が進んでっていうよりも、縁の中で頼まれてって感じだったんだけど、まあ、選挙活動に自信もあったんです。うん。かなり重要なポジションの仕事をしてたので、まあその中でね、うちの父親が、まあちょいちょいね、テレビ見ながら愚痴るわけですよ。そう。世間に関しても、社会に関しても、まあいろんなことに対して、そう。で、私はそれを聞くのが本当に嫌で、嫌で、そんなに愚痴るんだったらお前がやれっていつも思ってました。そう。もちろん、ご飯食べながら、そんなお父さんといきなり喧嘩腰の話なんかしても、まあね、私は当時ね、ニートだったんで、まあ立場悪いよね言えなかったんですけど、まあ私の中では、テレビに向かって愚痴ってる父親が、本当に惨めで小物に感じたんですよね。そう。そんなに、言いたいことがあるんだったら、お前が選挙に立てよと。そう。そう、選挙区はなくたっていいじゃん。マイクなくたっていいじゃん。メガホンでいいやん。なんだったら、地声でいいやん。そう。受かるかどうかなんか知らんけど、受かんかもしんないけど、堂々と自分の思ったことを言って許される機会が選挙だぜって、いうふうに、本当、父親に、本当、心の中で思ったんですよ。だから、父親が本当に選挙ねえんだったら、私はもうすべてをかけて、積極的に応援しようって、本当ここで思ったけど、まあ、言わなかったんですよね。そう。この父親もね、その昔は私に、私全然新聞読まなかったんで、そう、新聞読まなかった私によく、新聞読めってよく言ってました。そう、新聞読まない奴が世の中で生きていけるわけないって言ってました。私はね、その頃はまだね、中学生ぐらいで生きてたんで、そう、いいよ、新聞読むから全部取れって言ったの。そう。うん。まあ、読売も朝日も毎日も、日経も産経も、その頃それくらいしか知らなかったんで、もっといろんな新聞があるの知らなかったんで、全部取れと。そう。全部取ったんだったら全部読んでやるって。そう。新潟日報、新潟に住んでるんで、新潟日報しか取ってなかったんですけども、新潟日報一紙だけ読んで、所詮他人が考えた文章を読んで、それが正しいってなんで判断できるんだって、食い下がったんですよ。よく食い下がってた。うん。そう。なんで、全部の新聞読んで、その内容は正しいかどうか判断する。だから、全部新聞取るんだったら、読めよって、短歌聞いたの覚えてますね。そうしたら敵もされることながら、まあ、3ヶ月間だけだったけど、そう、毎日読売、朝日、新潟日報、産経、日経、全部取ってくれました。いや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 、もう行った手前で、ね、逃げられないから、もう地獄ですっけ。そう、まあね、さすがの父親もね、かわいそうだと思ったらしくて、まあ一日一つの記事でいいから、全部の新聞読んで、俺に報告しろって言われて、まあまあ、一つの記事だったらね、全部で1、2、3、6、7、7紙ぐらいあったと思うんだけど、まあ、そんな時間かかりますよ。いいとこ30分ぐらい。そう、まあ、それであと興味あるのを読んだりして、まあ、うちの父親とそれに対して話をしたなんか、いうことを中学校の時にしてましたね。生きった挙句の大失態みたいな、やらかしたみたいな感じなんだけど。そう。まあ、その父親が、まあ、テレビに対して愚痴ってるのがあんまりにも悲しくて、あんまりにも悔しくて、そう。そんなに愚痴ることがあるんかって。そう。そんなに愚痴ることがあるんだったら、お前が何とかしろって、お前が動けよって本当思ってたんですよ。うん。だってね、選挙どこの町もそうだと思うんですけど、何の力がもなくて、何の影響力もなくて、そう、この親父なんで出てきたのみたいな親父さんとか、このお姉ちゃん何したくんのとかいう人もやっぱりいるわけですよ。ただ自分で何とか世界を変えたい、社会を変えたいっていう、今ある現状を何とかしたいっていう思いだけで出てくる人ってやっぱりいるんですよ。市議会でも。そう、市議会でもそうだし、まあ市議会なんか特にそうだろうし、そう、県議、それ以外の市長選でも、まあそういうのでも、ほんとね、開けてみたら何票も入らない。ほんと新潟県の長岡市の選挙なんて、まあ2000票も入れば確実に当選ですっけ。そう、でも2000票取れない人たちがいっぱいいるんですっけ。
そう。うん。まあ、トップ当選でも5000票ぐらいですからね。まあ、可愛いもんですけど。そう、地方の中間都市なんてそんなもんですっけ。うん。でも、まあ、そんな中で、思いでやっぱ出てくる人っているんですよ。まあ、受からない場合がほとんどですよ。でも、そういう人がいるのを間近で見てる中で、うちの父親が愚痴ってるだけで、何も行動を起こせないんだったら、そんなの、ほんと、何の陰口かもうわかんなくて、陰口でしかなくて、そんなのわざわざ私の耳を汚すためにご飯食べながら言うんじゃねえって思ってましたもん。そう。そんなだったら、そう、ほんと、ドラえもん見てる方がよっぽいって、ほんと思ってましたっけ。まあ、それをね、うちの母親には愚痴ったけど、あんたそれ本人には言うなねって、釘を刺されたぐらいなもんで。そう。まあ、そんなのを見ながら、私も、世の中ね、いっぱいのいろんな人がいろんな愚痴を持ってるでしょう。でも、思ってるだけじゃ何もならない。思ってても、何も行動しなければ結局一緒。いや、もっと立場ある。そう。そういうのは本当思ってました。ずっと。うん、今も思ってるし。そう。だからって、今私が、じゃあ、思ってるかって言ったらそんなことはなくて、私は、社会のこととか、他人のことも、あまり興味がない。うん。そう。まあ、社会の仕組みが変わったんだったら、それに転がって乗ってるってだけ。うん。それがいいとか悪いとかっていうか、まあ、いいも悪いも、みんなが決めた。民主主義ですからね。みんなが決めた代表によって決められたルールなんだから、まあそれは、この国に住んでる以上それは守らんばなね、と。そう。そう。でも、まあまあね、幸い、この国は、誰でも守ってやろうという、まあ、割と温厚な仕組みなので、まあそんなね、どうでもいいチャランポランに、社会と接してる私でも、まあまあ、なんとか生きていけてるっていうところですね。でもそんな私でもね、やっぱり政治の世界に飛び出したいと思った頃もあったんです。そう。ただ、本当の私の魂に確認すると、やっぱりね、私のやりたいことはもっと先にあって、そう、自分がやりたいことは何かって突き詰めていったときに、政治じゃねえなと。そう、もっと違うことでやりたいことあるんだよっていうことに気づくことがあって、まあ、政治家っていうよりも、もっと私の心を、自由に、引っかかってるものをすべて取っ払えるような、もう、自由な選択で生きることにしたんですね。うん。そう。それだけに、歓喜の言う、平民が何もしねえ、そう。何にもしねえ、あいつらが全部悪いっていうのは、ほんとよくわかる。そう。まあ、その関係はね、まあ、西洋にはね、塗り僕といろんなこと語ってましたね。そう。なんか語りを聞きながら、なんかちょっとなんとなく違和感を感じたんだけど、そう。まあ、確かあの中で、塗り僕おめえみたいのがいるから、そう、真の大王が、みたいなやつが出てきたんだって、いうような内容を関係で言ったんですけども、まあ、それもよくわかりますっけ。そう。やっぱりそう、世の中もそうですよね。必ず、右を向いたなら左を向く勢力がありますもん。そう。だから均衡が取れてるんだと思うし。うん。そう。だからってね、私も、まあ、SNS 立ちした背景には、まあ、あまりにも、なんだろう。本当に、平民の皆様が、そう、好き勝手に、ただの愚痴を言いたいだけみたいな、そう、ただの、自分の思ってることを吐きたいだけみたいな、コメントとか、まあ、やたら多いので、本当に SNS とくだらないなと思って、まあ、一旦 SNS を全部やめちゃったんですね。今 YouTube に帰ってきたっていうのは、まあもちろんそういう思いでもあって、まあコメントはいらないよって。コメントなんていらねえよって。そう。別にアクセス数が伸びようが伸びないが、私は好きなことやりたいんだよっていうスタイルに変えたんです。そう。なのでね、これを聞いて、なんか言いたいことがある人、好きによそで言ってください。私の知らないところで言ってください。もちろん私の名前出してもらって構わないので。そう。
ただ私のコメントでその話で汚すのはやめてください。不快です。まあ、そんなわけで、今日も、無事に雨の中、職場に着いたので、これで終わりにしたいと思います。そう、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。で、私の、このポッドキャスト、ワケありダイエットウォークは、スプーンはこれからすぐね、朝5時に、5時じゃなくて6時に発信できるように準備します。で、それ以外の、キーステーションの YouTube、他のポッドキャストサービスとの連携に関しては、明日の朝6時にこの放送を配信します。で、同じように、毎日月曜日の10時から Mcast っていうポッドキャストをやってます。で、Mcast では、どっちかとね、分けられたトークを歩きながら喋ってて、まあ私の思いが強いんですけども、まあ言いたいことを使って言ってるんですけども、10時から発信してるマコネの Mcast は、どっちかと LGBTQ の Q の、私のどっちかと女性的な部分にフォーカスした内容を喋ってます。まあでも熱がこもってくると、まあ私の性別なんか行ったり来たりなんで、どんどん暴走していくのは一緒ですけどね。で、毎日12時からは、お昼の12時からは、今日のアウトプットって言って、今ね、ダイエットインストラクターを目指して勉強してるんですけども、その内容を、皆さんにアウトプットするっていう内容の、だいたい10分から15分ぐらいのミニ番組を配信してます。で、土曜日のね、15時からは、16時間断食の、経過報告とか反省会とか、あとトピックスに関してお話しするのをやってます。で、金曜日の15時からは、新潟県長岡市にある T ジョイ限定なんですけども、T ジョイの映画情報も配信したりしてます。ぜひ皆さんね、一度、私の、Mcast、もしくは他のチャンネル、ポッドキャストを聞いてもらって、もし、小川誠、まこねえのことが面白いなと思ったら、チャンネル登録をお願いします。もし、不快だなとか、こいつなんだって嫌な感じがしたんだったら、お願いです。二度と私のチャンネルに近づくのはやめてください。私も迷惑です。きっとあなたも迷惑でしょう。まあ、そんなわけで、今日のワケありダイエットウォークはここまでとなります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。なんか喋るのちょっとスムーズになってきたね。さあ、今週も5日頑張っていきましょう。まこねでした。バイバイ。